てってる中川翔子です。はい、皆様、今日はレジェンドの声優様にお話を聞ける100の質問コーナー、なんととんでもないレジェンド様が降臨してくださいました。なんと田中真由美様です。イエーイ、はい、拍手の数が多い。今日はみんな会いたかったですよね。うわ、夢のようです。ありがとうございます。今日ははい、とんでもない声優ですよ。あ、このお声は確かに本物、はい、ありがとうございます。すごい、ちゃんとお話しさせていただくのは実は今日が初めて。そうですよね、何度かお会いはしてるけど、はい、お話ししたことないですよね。そうなんですね、はい、ドラゴンボールの劇場版で出させていただいた時も開始早々すぐに号泣してしまって会話にならなかったっていう。やっと話せるのにいきなり100も質問ぶつけるというね、このぶしつけな。まあずうずうしい。あー、やばい、やばいです。なんと今回このコラボが実現したのは、うん、オレツシマという作品、はい、こちらの、コラボをですね、マミタスとね、ブランドでさせていただくんですけれども、なんとそのオレツシマ出演されているということで、はい、ね、私にぴったりの役なんですよ。あ、すごい。女なのにおじいちゃんと呼ばれてるね。おじいちゃん、はい、男も女も子供も大人もないですね。もう関係ない、はい、関係ないですね。すごい、神の領域でございます。神、田中めぐみさんに対馬のこともですね、もちろんですけれども、いろんなパーソナルにもね、ぶっ込んでいきたいと思いますので、ぜひ何卒よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。ではいきます、田中めぐみさんに100の質問、はい、田中真由美さん、お名前の由来は？本名ですけど、はい、田中も多いでしょ、真由美も多くて、小学生の時田中が2人、真由美が2人クラスにいて、どクラス替えしても田中は2人、真由美は2人いたんですね。だからもう常に田中真由美、田中真由美ってフルネームで呼ばれてます。はい、でも田中真由美さんといえば、宇宙中を見ても田中真由美さんといえば田中真由美さんで、ついに制しましたね、田中会も真由美会も。もうそうですね、覇者です。よし、はい、誕生日、血液型教えてください。昭和30年1月15日、血液型 A。 自分の性格を一言で言うと？クソ真面目です。つまり短所は？短所は思い込みが激しい。じゃあ逆に長所は？今となってはですね、明るくなりましたね。ポジティブに全部考える、マイナスを全部自慢する。背が小さいこと、おっぱいがないこととかね、今全てのことは自慢もう 年取ってることとか、なんか全部自慢自慢しましょう。言わないようにしようって思ってたんですけど、うん、むしろ誇っていいんですね。そうなんです、自慢する。この発想は新しい。真似しましょう、みんなで、うん、どうだ、足短いだろう。それそれ、言ってる。それです、それです。ありがとうございます。好きな食べ物は？肉。肉、これはもう肉ですね。シンプル。声優を目指したきっかけは？目指したことはないんですけど、俳優になりたいと思って入った劇団がテアトルエコーっていう劇団だったんですけど、役者になりたかったんですけど、声優になりたいと思ったことはないんですけど、はい、仲のいい声優さんはいらっしゃいますか？小山真美さん、平野文さん、仲良しですし、一緒にお芝居してるのはいくらかずえさんとか高野うららさん、ね、うわ、この辺がね、名前が出るたびに鳥肌がすごい、はい、これ聞いちゃっていいんですかね、はい、初恋は何歳でしたか？これが恋かみたいな感じ。聞きたいです。はっきりこのこれが恋かって認識したのはね、中学1年の時ね。リアルですね、中学1年。どんな感じの人でしたか？もう花形みたいな人です。目半分隠しちゃってるような人。長い1年先輩で。実ったんですか、初恋？実るわけないじゃないですか。実るわけないじゃないですか。好きな男性のタイプは？まあ、大きくてこう割とこう抱きついた時にこう届かない人好きですね。あ、じゃあ背が大きいってだけじゃなくて体自体も。あ、だから源田鉄章好きです。おお、早速じゃあ対馬のお話にも行きたいと思います。はいはい、俺対馬、原作ってどんな感じでしたか？もう不思議でしたね。だん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 読むうちに、私はもともとは犬好きなんですよ。かなり猫好きになってきましたね、読むうちに。おじいちゃんの第一印象は？うん、なんで青いの？そして鼻毛が出てるのはなんで？とかね、いろいろね。おじいちゃんを演じるにあたり気をつけていることは？うん、自分に近いからそんなに気にしてはいないですね。結構自分に近い存在としてまんまな感じで。おじいちゃん自分に近いですか？はい、近い。はい、俺対馬のアフレコ裏話ってありますか？あれですかね、うん、コロナ的な意味で一人ずつだったり。そうですね、一人一人。でもね、ちょっと離れて、うん、大塚さんとは一緒に撮ってます。あー、なんかじゃあ平和なアフレコの空間、空気ですか？そうですね、うん。俺対馬の中での印象的なシーンってどこになりますか？印象的なのはね、おじいちゃんの虫に対する嫌がり方がちょっと自分に似ていて。俺対馬、見どころは？
見どころはやっぱり愛かな。あんなにこう痛めつけられてるのにこう、うんって抱きしめたかったり、愛があるんだな、なんかね。大塚明夫さんはどんな印象ですか？大塚明夫さんはどんな印象細長い人ですよ。なかなか目線合わすのが大変。上の方にお顔があるので。ああ、大きい。高校時代は部活はやってましたか？ずっと演劇部ではあったんですけど、高校時代はいろんな山岳部とかいろんな部に人が、人数が足りないって言われると全部入っちゃったんで、優しい。フォークダンス部とかね、いろんなの入っちゃってね。結構頑張ったのがバドミントン部でした。バドミントン、骨付きでしょと思ってこれなら私でもできるんじゃないかと思ったら、まあハードで、で朝もう6時にはもうすごいこうダンってもう先輩がバン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 打ち込んで、もう本当ね、びっくりした。私羽根付きだと思って入ったのにって1ヶ月お休みですって言われたら何しますか？一人コントを作ります。あの一人コントを自宅でこうスマホを置いて一人コントを作って、なかなか楽しく、でもコント見たいので、うん、たまにはオペレッタフレンズチャンネルというのに、あの私の一人コントが、うわ見たいです、はい、ぜひ概要欄に貼っておきます。じゃあ好きなお酒の種類は？焼酎。ああ即答、食い気味で即答でしたねラーメンは何系が好きですか？塩。中川翔子の印象とは？色が白い。特撮とかアニメ詳しいぞとかやってるぞとか、そんな印象ですね。ありがとうございます。認知されていた。もちろんですよ。嬉しい。いやもうなんか自己肯定感の低さのあまり、あ、自慢していいんだ、自己肯定感低いぞいやなんじゃ桜大戦の歌謡ショーの思い出ってありますか？楽しかったですね。自分ではやっぱり小劇団では やらせてもらえないようなね、フライングとかやらせてもらったり、あの大階段をね歩いたりとかね、いい思い出ですね。100万円あったら何に使いますか？もう全部演劇に使いたいな。今年2021年、もう下半期になりましたけど、どんな年でしたか？結構楽しくやってるよ。幽霊って信じますか？うん、いや、その死後の世界というのは信じたいね。見たことは、ないっす、ないっす。あ、ないですか、うん、そういうものはないらしいです、私。もうなくなっちゃったかな。タバックっていうところのピアノの部屋に、あ、はいはい、女の子がいるって噂が。一番大きいの、そこに私座ってて、そこが好きだったんですよ。そこが好き で、 そしたらね、寝てしまうんですよ。だそれはみんながね、それは霊のせいだって言うんですよ。それで違う席に座れって言われて真ん中行ったんですよ。それでも寝てましたから占いは信じますか？信じます。あ、当たったこととかあるんですか？うん、当たったっていうか、なんか好きですね。あ、うん、なんか楽しいじゃないですか。確かに楽しいですね。うんうん、チョコレート食べるとモテるって聞いて毎日食べてるんですけど、うん、特に何もないです。うん、UFO 見たことありますか？ないんですよ。見たいです。見たいですか？うん、好きなおにぎりの具は？おかかとか昆布とか。鮭ではないな。じゃあ新春シャンソン賞って噛まずに言えますか？私は声優ですよ何を言ってるんですか？では渾身の新春シャンソン賞声優さんも人間でした朝はご飯派ですか、パン派ですか？ご飯が多いです。喉のケアってどうされてますか？プロポリスなんかのシュッていうのは、スプレーの、うん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 、体調維持ってどうされてますか？できてないかな。結構やばいですね。もう今もね、腰痛かったりしますね。平均睡眠時間は？これがね問題なんです。私の一番のストレスは寝つけないんですよ。何の悩みもないのに、寝つけないんです。これなんですよね、本当にね。こうやって眠くなってきたな、今だったら眠れるぞって横になると目パチッとするんですね。横になってる時間が8時間だとしても寝てる感覚があんまりないんですよ。今の悩みは？眠れないこと犬派猫派？もともと犬派です。猫ってほらちょっと自由じゃないですか、はい、気まぐれじゃないですか、うん、だったんですけど、本当にねこれやるようになってからね、猫の可愛さというか、もしかしたらその、はい、ツンって見えるけどなんかそうじゃない感じなのかなっていう、猫の感情が分かるかもしれないみたいな。ここに来て猫ここに来て好きになっていただけてる、すごい、はい、死にかけたこととかありますか？死にかけたこと、一回ね、ほんとすごいダンプに自転車、ね、雨の時自転車乗っててね、ダンプが来たんですよ。で、見えなかったんです、ダンプが。人がみんな見ててわって寄ってきたの。ぶつかっちゃったんですか？うん、完全にぶつかったのに、飛んだのに、うって立ち上がって、自分でその時ちょうど映画がアンブレイカブルってのやって、ちょっと言ったんですけど誰も気がつかない。アンブレイカブルって言ったんですけど誰も気づかなかった。夜寝る前に必ずすることは？
歯磨くぐらい歯磨く芸能界で見て感動した人っていますか？息子が大道芸人なもんで、大道芸人をよく見に行くんですけど、はい、いや感動しますよ。大道芸って本当に奥が深いというか、人間がどう生きてきたかっていうのがその人の人生が見えちゃう感じ。よく使うアプリってありますか？アプリって何っていうぐらいな感じです例えばこう、ね、LINE とか。 LINE それもアプリなんですか？アプリですね。 LINE はできる。おーできる。じゃあスタンプとかも使うんですか？もうスタンプ使える。えどんなのやるんですか？ワンピースとか。ワンピースいっぱいある。あペットに名前をつけるならルフィ。ルフィってつけるんですね、やっぱり。ルフィの好きなところは？やっぱ自由なところかな。なんか自分のやりたいように生きてる自由さ。うん、じゃあクリリンの好きなところは？やっぱ幸せな結婚生活を送ってるところですねまあこれは世の女性に言いたいです。皆さんの悟空とかねベジータとかかっこいいと思うでしょうけれども、幸せになれるのはクリリンです。悟空働いてないからね。あんまりそう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 幸せになれないですよね。同じようにルフィもダメで、結婚するならウソップがいいですよ。幸せになれます。ルフィダメだって、うん、だって冒険行っちゃうもん。一緒にいてくれないですもんね。クリリン鼻がないけども。いやパズーの好きなところは？あーなんかね、少年から男になっていくその過程が描かれてるんですよね。どんどん男らしくなっていくところがねいいですね。パズーは結婚相手としてはありですよね。ありですね。ありですね。顔もかっこいいしね。なんか どっか行っちゃわない気がしますよね。海賊になってみたいって思いますか？海賊に海賊にはならねえよ。ならねえよルフィの声で海賊にはならねえよってなんかエモいですね、いろいろ。海賊にはならねえよ。ならねえよシータに僕は海賊にならないよって言ったのに、うん、数年後には海賊王に俺はなるって言ってますね。びっくりしましたねこんなことになるとはね、指摘されるまで気がつきませんでした大失敗したことってありますか？いっぱいありますよ。東京の学校だったのに、それの大阪校があって、その1週間違いで大阪に行く予定だったんですね。マネージャーに渡されたチケットが通らないんですよ。その日は東京校だった。でも私はもう思い込みが激しいんで、大阪に行かなきゃと思ってるから、ちょっとマネージャーの間違いなんで、緑の窓口で乗るんで乗らせてくださいってギリその分かってたんですよ、新幹線に乗る前に、はい、それでマネージャーに今日火災です、西火災ですって言われて、西火災の学校だったんです。東京だったと思ったら、緑の窓口のお兄さんに、はい、西火災、西火災どうやって行くんですかってもうパニック。もう兄さんも一生懸命こう調べて、これ何番線行って何とかで乗り換えてって言ってくださいって言って、ね、時間早いんですよ、だって大阪に行く時間なんですから、はい、そうですよね、何時間か余る。なのにもう何か慌ててるので行っちゃってそしたらえもう来ちゃったんですかって、でもうなんかご飯出されて、なんかゆっくりしてくださいって言われて、すごいあちこちに迷惑をかけて今日何食べてきましたか？煮魚で納豆とね、まあいいもの食べました、体に、はい、和食でね元気いっぱいでございます、はい、最近ハマってるものは？大道芸見るのにハマってますね。見に行ってみたいです、うんうんうん、好きなお寿司のネタは？マグロ赤身。朝起きたらまず最初何しますか？おしっこ溜まってるんですよ。言っちゃっていいんですか？いやだってピンってしなくていいんですか？大丈夫ですか？もうね近いんです。近いですか？年とともに近いんです。人間だから。今年買って良かったなと思ったものは何ですか？私今までね一人コント作るじゃないですか、はい、スマホを一人でねどうやって立てたらいいのかちょうどよくなかなかならなくて、いつもいろんなもの立ててこうやってやってたら、劇団員がね100円ショップで売ってるんですね、こういうあのこういう曲がる足がついたね、ハサミもね買ってきてくれたんです。よかったです、お仕事で一番大変だったことって何ですか？あの声の仕事なのに 声がないっていうのはね声が出ない出ない、何も全くないっていう、っていう、うん、でも叫ぶことばっかりですよね。本当だからもう叫ばない仕事がいいなってですねアニメと吹き替えってどう違いますか？あの私はアニメがすごく多いんで、たまにこの耳のある要するに吹き替えのね、はい、ものがあるとすごくね難しいですね。あとその人間が動いてるのと漫画っていうのとの違いっていうのはありますね。あのごめんなさいここ入ってないんですけれども、特撮オタクとしてすごく質問したいことがあって、うん、昔超電子バイオマンっていう特撮で、はいはい、バイオマンありました。イエロー4の人が急に失踪して、はい、急遽声を田中さんが当てたっていうことが、はい、覚えてますかって聞いて、もう覚えていらっしゃった。もうもちろんですよ。いやね本当にね似てるんです。その時言われたのが、励まされたのがまだ養成所にいた頃だったんですけど、骨格が似てるって、ここの顎のラインが似てると声は似るはずだっていうんで、なんでだろう、もう本当に明日行ってくださいって言われて、そんなに急遽急遽
励ますように、私はこの分かんないなと思ってたら、もうみんな似てます似てますって言うんですよ。覚えていらっしゃった、ちょっと胸熱です、はい、これ徳太としてはすごく聞きたかった、うん、ありがとうございます、はい、今までで一番恥ずかしかったことって何ですか。一番恥ずかしかったことなんて言えるわけないじゃないですか言えないですよ。さっきおしっこってすぐ言ったんだけどそこは大丈夫なんです。そんなもんじゃないですよ。一番恥ずかしかったことなんか絶対言えません。何があったんでしょう。趣味は何ですか。ジャグリングかな。息子さんもですけど、うん、田中さんもできるんですか。いや、できやしないんで趣味です好きな休日の過ごし方は。休日ね、うん、まあ、な人も好きだし、酒も好きなんで飲みますね。わ、いいですね、うん、今日の晩御飯はどうしますか。これから稽古なんでね、コンビニおにぎりになっちゃうだろうな。あ、うん、お家の中で好きな場所ってどこですか。トイレ今欲しいものって何ですか。今欲しいもの、水。喉が渇いたね。あ、大丈夫ですか。飲んでください子供の頃に影響を受けたアニメって何ですか。ドロロ。ドロロ大好き。手塚治虫さん、はい、ね、うん、はい、声優デビュー作どんなのだったか覚えてますか。はい、激走ルーベンカイザーというレーサーもので、うん、敵の会社の社長令嬢、18歳高木涼子っていう。男の子の声がね多いイメージですけど、うん、社長令嬢、はい、じゃあ美人な お嬢さんを。そう、声優として食べられるようになるまでってご苦労ってされてましたか、うん、声優になってからっていうのは逆にラッキーですね。本当にラッキーマンですね、本当にラッキーマン、うん、ラッキーマンが言ってます、うん、ワンピースの中で長い歴史があると思うんですけど、はい、印象的だったことってどんな思い出がありますか。作品の中で言うとアラバスタ編が一番好きで、映画になったんで2回やらせてもらったっていう同じシーンを、でなかなかないことなんですごい楽しかったです。失恋した時の思い出ってどうですか。すっごい落ち込みますね。落ち込みましたか。立ち直れなくて偉い目に遭いましたね、この話長くなりますよ、短くして言うと、付き合っている人に新しい彼女ができて二股だったんですよ。二股、それに気がついた時に、あ、じゃあさよならって、じゃあその方と付き合いなさいって、お前も必要なんだよって、両方とも必要なんだよって彼は言ったんですよ。言ったんだけど、うんって言って、はい、それからごめんなって言われたんですよ。ごめんなって言われた時にね、完全に優劣をつけられた。そっからね、もう苦しんで苦しんで、1週間後に2番目でいいです付き合ってくださいって言っちゃったね、そんな、そこから長い地獄が、そんな歴史が、そ長い地獄がね、でもこのね貫禄を身につけるにはいっぱいね、恋愛で傷ついたりとかそういうのも大事ですね。そうですね。人生最後の瞬間に食べたいものは何ですか。肉。食堂。声優さんになってなかったら何してましたか。保育士。男性に生まれたら何をしたいですか。ブサイクを愛してあげる。え、どういうことですか。男はさ、誰の膝にも乗っちゃうようなタイプの女性が好きでない。それでね、君らバカだよと思うわけ。そうじゃないんだよ。君のお膝にしか乗らない女を愛せ。君のお膝にしか乗らない女を愛せ。聞いたか男どもよ。聞いたか。聞いたか。好きな音楽ってありますか。歌謡曲。得意料理は。まあ、煮物かな。煮物ってさ、全部同じだもんね。あ、煮物が実は一番簡単かも。朝って早く起きられるたちですか。うん、もう全然起きられるね、うん、苦手な食べ物ってありますか。ないけど、なんかもしかして姿があったら嫌なのかな。スズメとかさ、なんかスズメ、あ、なんかほら苦手なことってありますか。昆虫めっちゃ苦手。じゃあシェンロンに一つだけ願うなら。うわ、悩むじゃない。それでギャルのパンティーとか言っちゃうんだよやだやだ。悩むけど、やり直せるとしたら、背が高かったら何やってるんだろうなみたいなことは思うことがある。え、見える世界とかやれる役も違うのかもしれない、ね、すごい違うと思う。見てるものが全然違うもんね。好きなアイスってありますか。はい、ラムレーズン。へえ、お酒入ってるんです。本当に好きなんですね、お酒、うん、自分のチャームポイントは。背が低くて、 おっぱいがなくて、お腹出ててキュンポンポン、魅惑のキュンポンポン。はい、素晴らしい。最近買った一番高いものって何でしたか。お家。おお、すごいですね。お家買ったんですか。いや、買ったっちゅうか、いや、建てた。35年ローン、すごいでしょ、60過ぎて35年ローンが組めたことがすごいよ。すごい座右の銘は。お母さんを大事にしよう。緊張するときってどうされますか。私、発声練習をするっていうのが、音をなるべく切るんですよ、普通ね。声が出ないよ、声が出ないよ、声が出ないよ。め
めちゃくちゃ出てる。本当は切るべきなんですけど、わざと切らずに金魚鉢の向こうの人たちに、まあ、笑ってもらうかなんかするとちょっと緩む。うわ、うん、人を笑顔にしたら自分も緩むってなんて素敵な。なんかちょっと緩むんで、うん、一番怒ったことってありますか？しょっちゅう。しょっちゅう。しょっちゅう怒りますよ、うん、家族すごくお互いみんな頑固なんですごい喧嘩しますよ自分を曲げないファミリー、うん、一番怖かったことってありましたか？怖い。心霊的なものはちょっと感じない感じないくせにね、何か映画とかなんかちょっと怖いの見ちゃうと何にも感じてないのにやたら振り向くっていうね。なんか好きな季節は？秋。秋、うんうん、好きな YouTuber とかいますか？清水博士ってわかります？やっぱり大道芸系なのかな、ラサル石井さんも朝6時からずっと喋ってるんですけどずっと喋ってるとか、あとギーシャリさんとかね、うんうんうん、尊敬する人って誰ですか？傷ついたり血を流したり恥かいたりすることをやめない人。カラオケのお箱は何ですか？東京ブギー。やっぱり私ブロリーの映画でクリリンが翼をくださいを熱唱してたのがすごく、ね、耳に残ってますよね。あれ熱戦烈戦超激戦の時のやつですよ、うん、何歳に戻りたいなって思いますか？腰痛める前かな。30代はまだ元気だったんですよ。で43で腰の手術したんですけど、30代の無理がたたったなっていう、ね、反省があって、30代もうちょっといたわってあげればよかったなって。おっと気をつけよう、うん、本当に30代大事、はい、適度な休みをよろしくお願いします、うん、そうそうお休みしてくださいよ。プライベートでの今の楽しみって何ですか？うん、友達とさご飯食べてだべって酒飲んでっていう時間が取れないから余計そのもうあーって会えただけでさ、なんかもううーって喋ってさなどうしたの私なんかおかしくなっちゃったみたいなって言って喋ってこれも話したいこれも話したいって、うん、みんな同じ気持ちですもん ね、 そうね。最近嬉しかったニュースってありますか？目に赤ちゃん生まれてよかったおめでとうございます、ね、それがねあの嬉しい、ね、うわ、うん、一目惚れってしたことありますか？どっちかというと一目惚れしかしてないかも。キャーそうだったんですね、うんうんうん、苦労をしたアフレコは獣神ライガーっていうのの時に、はい、相手がね柳田さんっていうとっても低音のね深いいい声なんですよ相手っていうの、はい、敵がもうねちょっとね勝てる気しなくてねこれはやっぱりこの役男の人の方が良かったんじゃないのってずっと思ってどっか引け目を感じながら、うん、自分をカレーの具材に例えるなら何ですか？カレーの具材にすごい質問だな何の質問だこれ。皆さんを包み込むあの汁かな。汁自体汁意外なお答え。粉。コンビニはファミマ、セブン、ローソン、どこ派ですか？近いからという理由でうちに一番近いのはローソンなんです。ローソン、うんはい、老後の予定は？老後の予定って今老後だよ何？もっと先のことは舞台俳優としては大きな舞台もやりたいなと思ってますね、うん、今小劇場でずっとやってるんですけど、はいはいはい、今までの武勇伝ありますか？ないな武勇伝ないな。こんなに成し遂げてきたのに、ないな。いつもやっちゃう癖ってありますか？なんかねホームに入って何度も気をつければいいのにね反対に行っちゃうんですね反対になっちゃう。宝物って何ですか？永六輔さんからもらったハガキがあってね、A さんが、はい、あの桜大戦を見に来てくれたんです。桜大戦って長いんですよ、うん、ひどい時ね4時間とかやってるぐらい、それ来てくれてハガキをいただいたんです。桜大戦出ていたあなたにお疲れ様、見ていた僕にもっとお疲れ様うまい。灼熱と極寒どっちを選びますか？ああ暑がりなんで汗っかきなんで極寒。ほうほうほう。カバンの中身何が入ってますか？今だと消毒液では最後です。今後のご予定は？もうすぐあの桜大戦がありまして、うん、その後にすぐサラチっていうあの大人のコントがありまして、その後泉元也さんと2人でコントをやるのが下北じゃないな、新宿トップスでこけら落としなんだけど、まあ、演劇ずくめです。あ、そうですねこれです。あ、対馬もね。はい、よろしくお願いします。うわーすごい。あ、こんなことプレゼントがあったんですけど。え、はい、翔太がアニメ何でも好きかどうか分かりません。でもきっとお好きでしょう。すごい、ありがとうございます。ルフィー、フィギュア、エイちゃん、やったー。お土産です。ありがとうございます。すごい、ルフィーからルフィーを。すごい、ありがとうございます。一番高いところに飾りたいでございます。ありがとうございます。みんな大好きルフィーですよ。わー、ありがとうございます。これからも全力で応援していきたいと思いますので。私も応援してます。あー、嬉しい。は
はい、ということでね、一生残るこのね100の質問の思い出、皆さん繰り返し見て、ぜひ田中さんの活動もね、大道芸の方もね、チェックしていきましょう。ということでね、本日のスペシャルゲスト田中真由美さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。すごい。よかったら高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。